お時間となりましたので、本日のイベントを開始させていただきます。皆様こんにちは。本日はウェブ活動報告会第4回、半世紀を迎えたネグロスでの活動と養蚕事業の今にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日の司会を務めます、公益財団法人オイスカ海外事業部の藤井圭介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。イベント開始の前に、皆様にいくつかご案内をさせていただきます。本日は Zoom のウェビナーと YouTube のライブにて配信を行います。発表者のみが画面に映り、参加者の音声が他の参加者に映ること、聞こえることもございません。Zoom でご参加の方のみ、Zoom 画面内の Q&A より質問をしていただくことができます。トーク中でも結構ですので、お書き込みください。この報告会は後日編集したものを YouTube にて配信を予定しております。質疑応答も含め配信しますので、あらかじめご了承ください。また本日 Zoom にてご参加いただいた皆様のメールアドレスへ本報告会の関連情報などをお送りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。最後にアンケートへのご協力のお願いです。 Zoom 参加の皆様は退出されると皆様のパソコン画面などにアンケート画面が表示されます。簡単なアンケートですので、途中退出の方も含めご協力をお願いいたします。 YouTube ライブ配信にてご参加の方は画面下にアンケートへのリンクが貼ってありますので、そこからアクセスしてご協力をお願いいたします。また今後ネットの接続状況などにより配信が途中で途切れる可能性もあることをあらかじめご了承ください。それでは本日の報告会に移りたいと思います。本日は現地で約半世紀活動をしてきた渡辺茂美所長とオンラインで結び報告をしていただきます。またスタッフ2名も最後に参加をしてくれます。研修センターのネット環境が悪いため、本日皆さんはセンターから約30分のバコロードという町から参加をされています。現地フィリピンの渡辺所長はすでに待機されていると思いますが、渡辺所長、こんにちは。渡辺所長、はい、聞こえますでしょうか。はい、こんにちは。一言よろしくお願いします。お願いいたします。はい。本日は渡辺先生、現地からのお話楽しみにしております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくどうぞ。その前に、Zoom からご参加の皆様に投票機能を使い質問をさせていただきます。それでは皆様に質問です。今日視聴されている皆様の中で、これまでフィリピン・ネグロス島にあるオイスカのバコ研修センターを訪問したことがあるかどうか、回答をお願いいたします。Zoom にてご参加の方は今、質問が表示されております。ぜひ、投票お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは回答終了まで、3、2、1、締め切らせていただきました。今日4名、現時点では4名の方が訪問したことがある、28名はまだ訪問したことがないという回答ですので、まあ、本当に、ほとんどの方は訪問したことがないということです。ありがとうございました。それでは、お待たせいたしました。ここからオイスカ和語研修センターの渡辺所長とオイスカ1の若手駐在の中川さんから報告をしてもらいます。オイスカの数ある海外プロジェクトを代表するのが、今日報告のあるフィリピンのネグロス島での半世紀にわたる事業、そしてその中心のバゴ研修センターによる養蚕事業の取り組みです。その中心で約50年にわたり現地で活動してきたのが、本日現地から報告がある渡辺茂美所長です。普段はあまり苦労話などされない渡辺所長から、今日はこれまでの取り組みを振り返っていただき、現在の主な事業である養蚕事業について語っていただきます。それではここからは東京本部から報告をしてくれる駐在員の中川さんにバトンを渡したいと思います。私の隣にいる中川さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。中川春樹と申します。私は2018年にオイスカに半年間国際協力ボランティアとして参加した後、職員となりました。そして2019年1月から約2年間オイスカバゴ研修センターに駐在し、渡辺所長の指導のもと現地での活動をサポートしてきました。現在はコロナ禍の影響もあり、2020年11月より一時帰国をしています。本日は報告会にご参加いただきありがとうございます。次お願いします。こちらが本日のプログラムです。現地からの報告や動画などを織り交ぜながら活動を紹介します。
それでは早速最初のプログラムに移りましょう。まずはフィリピンにおけるコロナの感染状況の変化をお伝えします。昨年1月末首都マニラで初めての新型コロナウイルスが確認されました。2月初旬からは大都市だけでなくセンターのあるバゴ市でも保健所の許可を得ないと研修やイベントなどが開催できず、国際線の運航がほとんど中止になりました。これにより日本からのツアーの中止が決定しました。昨年はオイスカの支部や学生の方々のツアーが予定されていたので、スタッフ一同大変残念に思いました。さらに感染が拡大し、3月中旬からは1ヶ月間ロックダウンとなり、教会やショッピングモール、学校等も閉鎖され、また65歳以上の高齢者および18歳以下の外出禁止など、とても厳しい制限が行われました。その後コロナの感染拡大は一時収まりましたが、7月以降はセンターのある西ネグロ州はマニラやセブに続く国内3番目の感染者数を記録するなど感染が拡大しました。このことを受けて短期的なロックダウンが繰り返し行われ、現在に至ります。特に最近ではフィリピン国内でも変異株の感染が急速に広がっており、厳しい規制が敷かれ、国内での移動も厳しい状況が続いています。現地では写真にあるような取り組みが厳しく行われています。現在のコロナ感染状況は右肩上がりに増えており、これにはブラジルからの変異株が大きく影響しています。まだまだ厳しい状況が続く同国ですが、今後もコロナに負けず、オイスカフィリピン、バゴ研修センタースタッフ一同、力を合わせて活動に励んでいきたいと思います。ここからバゴ研修センターの活動を紹介していきたいと思います。フィリピンにおけるオイスカの活動の始まりは、1963年に農業の研修生を受け入れたことがきっかけで、現在フィリピン国内にはマニラの事務所と7つのオイスカ研修センターがあります。次お願いします。本日紹介するバゴ研修センターはネグロス島西ネグロ州バゴ市に位置します。隣の市である一番大きな都市バコロド市内から、本日は渡辺所長とスタッフは参加しています。そして東のカンラオン山の麓に位置するのがネグロス島での活動の始まりとなったカンラオン研修センターです。ネグロス島はとても穏やかで、時の流れがゆっくり感じるようなのどかな場所です。私も2年間滞在する中でとても大好きになりました。今年はオイスカ創立60周年という記念すべき年ですが、実はオイスカネグロスの活動の節目の年でもあります。それは1971年から始まったカンラオン研修センターの活動が今年で50周年、そして1981年から始まったバゴ研修センターが今年で40周年というとても特別な年です。ここからはいくつか現在の活動をご紹介いたします。一つ目は山間部およびマングローブでの植林活動です。これまでオイスカの国内支部のご支援などをいただきながら活動を行ってきました。数十年前に植林した場所はすでに大きな森となり、山手や沿岸部に住む人々の暮らしを守っています。またセンターでは現地の若者に対する人材育成、農業研修などもセンター開所当初から行っています。昨年はコロナの影響を受けて和護市の11の学校にアルコール消毒液やハンドソープなどの支援活動も行いました。そして世界のオイスカの研修センターの中で唯一和護研修センターが取り組んでいるのが、本日ご紹介する養蚕事業になります。養蚕事業では蚕の卵を3種製造し、山手の農家と蚕が繭を作るまでの生育についてオイスカが支援や指導をしてきました。
そして研修センター内にある静止機械を通してヒートなどを作成し、その後担当スタッフが染色から機織りまでの作業を行い、ショールやランチョンマットなどのシルク製品を作成しています。この事業を通して山手の農家はもちろん、養蚕事業に関わる多くの人々の生計向上に役立っています。なぜオイスカの養蚕事業が始まったかというと、それは1980年代に遡ります。目黒市島は砂糖で有名な島でした。当時国内の砂糖の約 90% を生産する目黒市島の人々にとって大きな産業でした。しかし1980年代中期に国際砂糖価格相場の下落により、飢餓の島と呼ばれるほど貧しい島に一変しました。そのため、これまでモデルファームとして地元で大きな信頼を築いていた馬後研修センターが州政府の要請を受けて、山間地を中心に養蚕普及活動を始めました。そして1995年から馬後研修センターを拠点に本格的な目黒市島での養蚕事業が始まり、州政府はもちろん、日本の JICA や外務省などのさまざまな支援を受けて、徐々に事業を拡大展開し、現在に至ります。2019年からは外務省の支援を受けて、目黒市島内だけでなく、フィリピン国内の他の地域での養蚕事業の普及にも取り組んでいます。これまで日本で研修を受けた馬後研修センターの養蚕担当スタッフが中心となり、初めて養蚕事業に従事する農家の方々の指導を行っています。昨年はコロナの影響を受けて対面での研修およびセミナーが実施できなかったため、 Zoom を使用しオンラインで実施するなど、新しい取り組みも積極的に行い、現地での期待が高まっています。次お願いします。それではここから渡辺市長におつなぎして、これまで約50年間のフィリピンでの活動を振り返っていただきたいと思います。渡辺所長は1973年にオイスカ開発団員としてフィリピンに赴任して以来、長年フィリピンの地域開発に貢献されておられます。早速現地の渡辺市長におつなぎしたいと思います。まず最初に目黒市島で活動を開始してから馬後研修センターが開所するまでのお話をいただきたいと思います。渡辺市長、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。フィリピン目黒市とオイスカ馬後研修センターの渡辺です。いつもオイスカを、そしてオイスカプロジェクトをご支援いただき、本当にありがとうございます。今年は先ほども中川さんが触れてくれたように、目黒市で最初のプロジェクトがスタートして50年目、そして馬後研修センターはちょうど40年になります。1971年古川さんは家族5人で東根黒州の関連湾というところに赴任しました。関連湾市は根黒市の中央に位置し、2465m の関連湾火山と千年と言われる赤穂の木で有名なところです。フィリピンにオイスカを紹介した人は、目黒市島出身のトロッパさんという方です。この方の知り合いのボーティスタさんの息子さんが、1966年に初めての
フィリピンからの研修生として訪日しました。この ベルニーっていう名前ですけど、研修を終えて、カンラオンに帰った後、ボイスカに市の農業開発をお願いしようということになって、福岡でベルニーを一生懸命世話された古川さんが神田恩に赴任されたわけです。当時フィリピンのマルコス大統領は稲作トウモロコシの主要作物増産に大変力を入れていました。古川さんは1年目2年目大変な苦労をされましたが、2年目の終わりの頃、1ヘクタールで236カバンという大変な稲作収量を達成され、これは日本で言えば一旦あたり12票近くになります。そしてオイスカの日本人が素晴らしい稲作の成績を上げたということは、カンラオンだけでなくネグロス中に大変な評判になり、オイスカにぜひ指導に来てもらいたい、できたらプロジェクトを作ってほしいというリクエストが来たわけです。岡村団長が新しい稲作プロジェクトを南のバヤ湾というところでスタートされ、私がミンダナオから移って岡村さんのアシスタントに なったわけです。その後西ネグロスでもオイスカ農業プロジェクトをという話が出て、馬越市にモデルファームを開設しました。それが40年前のことです。当時は農業プロジェクトを採算が合うように実践経営するというのがオイスカの方針でした。日本からいろんなものを持ち込んだり支援しなくても現地でやりくりするということです。ですから私もそのような目標を達成するように必死で農業に取り組みました。まだ私も若かったですから、周囲では日本から来たお若いのが何ができるんだろうというふうに見られておりました。ですから全て必死に取り組みました。堆肥や燻炭作り、現地にとってはもの珍しいことだったんです。稲作、野菜栽培、養鶏養豚、アヒルを飼ってアヒルの卵の塩漬け、キュウリのピクルスなどを作って売って農場の採算が合うように
飛び回っていました。この頃は本当に必死に動いていたという大変な時期でした。そのうち、まあ、そういった姿を周囲の人たちが認めてくれたのか、馬越市の市立大学の農学部や、あるいは周囲のハイスクールの農業科からの指導の要請も来るようになりました。その頃、強い台風で今まで農場の中で作った、まあそんなに大きな施設じゃない、それなりに農場で自分らで作った施設が台風で全てやられてしまうっていうような非常に大変な出来事を、私にとって今まで一番大きな台風だったんです。84年の9月2日のことでした。その後、まあそれなりに回復してやりくりしておりましたけれども、日本からもオイスカの熱帯農業研修生やらオイスカ高校からも少しずつ訪問者が来るようになり、宿泊施設がないもんですから、市にお願いして市の宿泊施設に泊めてもらうっていうようなことをしていました。そんな時、オイスカの馬越研修センターを応援しようと静岡の方たちが来てくださって、馬越の研修センターを作って大きな支援をしてくださいました。その時以来、オイスカモデルファームが馬越研修センターと名前を変えたわけです。そして馬越研修センターが今日まで続いております。はい、渡辺所長、50年前の活動当初の貴重なお話ありがとうございます。ネグロス島での活動を始めることができたのは、多くの方のご協力と信頼関係があったからこそなのですね。馬越研修センターが開所されるまでは、さまざまな苦労も多かったと思いますが、渡辺所長が特に苦労されたと考える出来事は何ですか？やっぱり、そんなにね、私は日本での農業経験が多くないですから、農業の技術的になんとか恥ずかしくないように生産物を、農業のね、収穫を上げないかんというところでね、必死でしたね。そして若かったもんですから、それこそいろんな経験不足で、はい、周囲とのコミュニケーションやあれですね、そのいろいろその年配の周囲の人たちがいろいろ言われることにどうやって対処していこうかというところで非常に戸惑いました。ありがとうございます。大変なご苦労があったのですね。また現在の整備された研修センターしか知らない私には想像がつかなかったです。それではここからは養蚕事業についてのお話をよろしくお願いします。はい、その頃、山手の方でもですね、何かスタートアップに変わるものというような、さっき説明してもらったような形で、リクエストが
していましたので、まず日本ではね、うんと養蚕が盛んな時があって、うんとそれがね、農家の収入に助けになってたということを言われる人があって、養蚕をやってみたら、まず桑を植えてみたらって勧めてくれる人がありました。私自身も養蚕というのは岐阜の山村育ちですので、小学生の頃お蚕さんを見たり触ったりしたことがあります。しかしどうやって繭になるのか詳細は分かりませんでした。日本の先生方に教わりながら、また時に直接指導に来てくださったり、特に長野からの宮沢先生や山梨からの養蚕の専門家の芦田さん以来、ずっと毎年のようにしていただいておりますが、いろいろと教えていただきましたし、またスタッフを日本の養蚕農家に送って研修をさせていただいたりして、なんとかそのスタートをしたわけです。お蚕さんは桑を食べさせてれば繭になるんですけれども、一番の問題は病気でした。最初は病原菌のないところで新しくスタートしますから、ほとんど病気になりませんですけど、何回かやるうちにお蚕さん病気になって溶けてしまうようやん、お蚕さんが溶けてしまうような脳病というような病気とか、いろんな他の病気も入ってきます。ですから、どうやってこの農家に話してね、病気をやめるような、止めるような飼い方をするのかということを話していきましたけど、今まで炭を焼いたり、サトウキビ農園で刈り取り仕事に出稼ぎに行ったりしてた農家には、なかなか理解してもらえませんでした。お蚕さんの飼育所をきれいに洗って消毒する。そして桑を与える前には手をきれいに洗って、お蚕さんに桑の葉をあげる。そしてお蚕さんの部屋に入るときは土足で入っていかないと。いろいろ説明してもなかなか分かってもらえない。また病気を出してしまう。もう儲からないからやめると、とうとう農家が言い出す。本当に困って、スタッフと一緒に、研修生も一緒になって、いっぺん農家に泊まり込みで行って、一緒に飼育をやって、農家によく話して教えておいでっていうようなことでね、スタッフや研修生たちも頑張って農家に泊まりがけで行って、そしてやっといい繭を作って農家に喜んでもらうというようなことも、本当に何回か今でも時にやっております。スタッフたちが日本で研修を受けたりしてきたもんですから、本当によく指導してやってくれます。そして根室市で、ある程度予算ができてきたもんで、ルソンやミンダナオ、隣のパナイ島でも予算をやってみようということになって、2年前から日本政府の支援を受けて
クワ作りからスタートして始まっております。隣のパナイ島でも先週は200キロ近い繭の生産があって、本当に作った繭を作った人たち、そして繊維関係の人たちも喜んでくれました。これがさらにルソンでもミンダナオでも広がっていくと、本当に根室して今までやった経験を皆さんに分かち合いながらやっていけたらと思っております。そしてできた生糸から絹製品を作ったりしていけたらと思っております。本当にここまで来る間に日本の農家の昔予算やってた、やって大事に岡井子さんの道具を保存しておられた人たちが、ネグルスへそういった産具を寄贈してくださったり、そしてフィリピンではまあ珍しいですから、シルクがいろんな農業大臣やマラヨさんの時は大統領自身見に来てくださったり、そういった製品が取り上げられたりして、本当に、まあ、予算をやっててよかったなというふうに思っております。もっともっと日本での予算の最高技術をこちらでしっかりと実践できるような形で、ネグロスで、そしてフィリピンの予算を広めていけるような形で頑張りたいと思っております。そしてこのような形でオンラインでいろんなことができるようになったわけですけれども、もちろん若いスタッフたちがこういったことも教えてくれたりしますので、もっともっとこういう形でフィリピンの中で予算のセンターの中心的相談となるよう、そしてできたシルク製品も普及できるよう頑張って続けていきたいと思っております。まあ、私の拙い話ですが、聞いてくださってありがとうございました。本当にオンラインでこのような機会を与えていただいてありがとうございました。渡辺市長、貴重なお話ありがとうございました。皆さんにもこれまでの取り組みと渡辺市長の思いが十分伝わったのではないかと思います。それではここで、日々養蚕事業に従事している保護研修センタースタッフ、養蚕普及員のラニーロさん、また地産飼育担当のジンジさんよりメッセージがあります。一生懸命日本語で話しますので、温かい目で見守っていただけますと幸いです。それではフィリピンのラニーロさん、ジンジさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、私はラニーロです。群馬県で養蚕を研究しました。今ポワと養蚕指導をしています。去年パンデミックがスタートして大変でした。農家へ行きませんでした。そして東ネグロスや隣のパナイトへ行きませんでした。オンラインでセミナーをしたり電話で農家と話しました。今も厳しいところがあります。だけど、続けて頑張ります。ありがとうございました。私は人事です。産出製造で担当します。最近、大切なことを計画し、準備することで、ゲームを渡すことができました。
それはオンラインセミナーを効果的にし、予算の化のためのインタラクティブな作ります。COVID-19 は私が物事と人やを監修することの重要性を認識させました。私たちは当然のことと思っている。このパンデミックがすぐに終わり、お互いを助け続けることを願っています。よろしくお願いします。そして、これ、できたものです。いいものができました。ダニーロさん、人事さん、ありがとうございました。昨年、コロナ禍で大変な状況の中、和語研修センターの活動が継続できたのは、彼らのような現地スタッフの努力と働きがあったからこそだと、駐在している中でとても強く実感していました。これからも一緒に頑張っていきましょう。それでは、今回の報告会のために新しく作成した約6分間の養蚕事業の紹介ビデオをご覧いただきたいと思います。養蚕農家、また政府機関の方々の生の声にもご注目ください。Bali nagsugod kami isang alinsang pag ano ni isang province do nakita kami nga isa man kami nga tagaan sang project nga sang silkworm. Ti do nagka-interested man si chairman gi adapt gid namo ni nga project kay do nakita namo sang pormero nga pagpatag nila mayo man kuno. Parte naman sa ulod gyud sa pamilya ko do nakita ko nga sang gasagod ko sang baboy do di sila yaka buli gay sempre igo or ano pero diri sa ulod magabot na ang pipin star, hindi gani mag-mounting, dito makabulig sila ya, makabulig sila sa akon, tapos daw namian sila ya magano sa ulod kay siling nila daw mga gat, pero sang nasugda na nila, malingaw man sila. Siyan bata ko yung gamay, makagabulig sa akon, pang sailo. Dari namon gina ano, sa ulod, gabanding-banding kami, galuto kami di panyaga, siyempre yung mounting, dugay-dugay gid sa ubrahon, one day among dinner upo sa among mga pamilya.
Philfida, as mandated, is we are in charge in the development of Philippine fiber crops in the Philippines. So, and one of them is the silk industry. And so we are happy that we have this partnership in the development of sericulture industry in Panay Island. So this time, so starting 2019, with this OISCA sericulture project, so we are also starting again. And thank you for that partnership, and with the LGUs, of course. And we are happy, and we are willing to support for this project. And we are also providing assistance through technical and planting materials and other supplies needed by our farmers during silkworm rearing. So, thank you for involving us in this industry. So, gin-open up ko mismo sa Lambunaw Champion Farmers Program na kung sino interesado. Wow. In the first place, interesado gid ako. Wow. Oo. So, nag-ano kami, naghimo kami, nag-communicate kami sa OISCA, sa Bacolod. To be honest, why go yung lala sa silkworm? Totoo gina niya. Why ko yaka, why man ko ano gid ko nga ako walo nga ang ginahanugal isang sida nga bayo halin man sa kukon. So first time gid. Oo. いかがだったでしょうか。ドローンを使用して上から撮影したバゴ研修センターの桑畑は圧巻でしたね。そして今私や藤井さんが着用しているのがフィリピンの伝統衣装バロンタガログです。バロンタガログはフィリピンの結婚式などで着用することが多く、こちらはバゴ研修センターで作られたシルクを使用しています。パワーポイントお願いします。はい、そしてバゴ研修センターではバロンタガログの他にも多くのシルク製品を販売しています。例えばこちらのショールです。バゴ研修センターの織子さんが一つ一つ作成したもので、少し肌寒い日にぴったりです。次お願いします。はい、フィリピンに行かないと購入ができない商品ですが、現在はコロナの影響でフィリピンに行けない方も多いですよね。コロナ収束後にはぜひ遊びに来てください。コロナ禍で厳しい状況が続いている中でも、現地では養蚕農家、また政府機関関係者の皆さんと協力しながら活動を進めています。今後も皆様の応援をよろしくお願いします。そして現在記載しております URL から支援を受け付けています。詳細はぜひこちらのページをご覧ください。最後にもう一度渡辺市長にご登場いただきたいと思います。渡辺市長、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当に多くの皆さんにね、今日は見ていただいて嬉しく思っております。これから、オイシカバゴ研修センターは、研修センターとして、やっぱり多くの研修生が来ておりますので、去年は誰も研修生として新しく来ることはできませんでした。ですけど、今年は12名の新しい研修生と、一昨年の研修生が5名、また戻ってきて、賑やかになっております。こういったフィリピンの若い子たちを育てると同時に、コロナのが収束しましたら日本からも来ていただきたいと思いますし、
一緒になっていわゆるオイスカの当初の、目的である産業を育てるということで養蚕シルク産業を育てながら研修をし日比の有効ということも孫センターとして強く推進していかなくてはと思っております。どうかより多くの皆さんが早く、フィリピンを訪問してくださるようにといった状況に戻ることを願っております。そしてこちらで、長くおる私どもさらに若い人たちに今までの経験を一生懸命伝えて後を継いでやってくれる人たちを育てていきたいと思っております。どうも本当に今日はありがとうございました。感謝申し上げます。渡辺市長ありがとうございました。コロナ収束後にはぜひ馬後研修センターに訪問していただけるのをスタッフ一同お待ちしています。私からの報告はここまでです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは藤井さんよろしくお願いします。ネグロスの馬後労働士から渡辺所長、ラニーロさん、人事さん、そして中川さん、報告ありがとうございました。ネグロス島での活動開始当初のお話など、自分も初めて聞くお話も多く、これまでの活動の歴史と、そして養蚕事業の取り組みについて、皆さんも理解を深めていただけたのではと思います。それでは残りの時間、質疑応答の時間に移りたいと思います。すでに Q&A の方にご記入いただいた質問から紹介をしていきます。まずですが、渡辺所長にお聞きしますが、COVID-19 への対応の仕方についてですね、都市部と農村部で何か違いがありますでしょうか。農村部まで感染予防の習慣は浸透しているのでしょうかという質問が来ておりますが、渡辺所長、よろしくお願いします。はい。なかなか厳しいですね。新型コロナに対する対応がですねありまして、本当に昨日でも山手の、一番小さいその村ですけど、村単位でもバラン街というんですが、そのバラン街に入ってはいけない、出てはいけないというようなロックダウンがですね、その陽性が出た人に対してあるわけです。町の中でもその自治体単位で馬後労働市のバラン街の中で誰かが出たとなると1週間は出入りができない。特に山の人たちは我々養蚕の指導に行っても馬後市馬後労働からは入ってはいけないということで、その境あたりでちょっと農家に来てもらって話をしまして帰ってくるというような状況が今も続いております。ありがとうございました。日本以上に厳しい対応されているということですね。続きまして、今日皆さんご視聴されている方はお気づきかと思うんですが、渡辺所長の後ろで鶏が鳴いているということで、今日はもうセンターからではないということをお伝えしたんですけども、センターでは養鶏もしてるんでしょうかという質問が来ておりますが、いかがでしょうか。今は養鶏はですね、養蚕が始まった頃から養鶏はやめております。今は養蚕中心にということですね。はい。続きましてですね、これ今日お話をされた内容に関係するんですけども、これまで約半世紀にわたり現地で活動を続けてこられて、さまざまなご苦労があったというお話がありましたけども、その苦労を乗り越える、支えとなったもの、それが人であったり言葉であったり、出会いであったりいろいろあるかと思うんですが、その渡辺先生を約半世紀このネグロスでの活動
で続けてこられた支えとなったものが何かあるようでしたら教えていただけますでしょうか。はい、まあ、やっぱり農業に携わっておりますから、その農業でうまくできるまでやらなくちゃ恥ずかしいと、まあ、オイスカとしてまた同時に活動しておりますから、途中で投げ出してしまったらこれは恥ずかしい、最後までそのうまくいくまでやらなければうまくいくまでやり続ければ成功すると、そういう信念で、まあ、どんな、まあ、時にやり方がまずかったり、まあ、失敗になってもやり続けるということが大事だと思って繰り返し繰り返しやり続けております。はい、ありがとうございます。おっしゃることは、まあ、本当に誰でもできそうかと言われるとやっぱりなかなか誰でもできるものではないということで、やはり本当この半世紀のご苦労、あと今のそれがつながっているのかなと感じました。続いてはですね、何問か養蚕に関する質問が届いておりますので、ちょっとお答えいただけますでしょうか。まず1問目がですね、雨季でも乾季でもその、まあ、フィリピン雨季と乾季という1年間で、季節があると思うんですが、繭の収量は違うんでしょうかという質問があります。よろしいでしょうか。お答えよろしいでしょうか。はい、はい、雨季はですね5月の半ばから始まるんですね。で5月6月の狩猟はやはり病気が非常に、その雨が降り始めた頃で大変蒸し暑いですから、病気が多く狩猟が悪くなる時があります。寒気は、まあ、11月から始まりますけれども、この頃はよく乾燥してきますので、介護さんの状況もいいですから病気も少なく、まあ、あまり寒気になると新鮮な桑の葉が取れなくなりますけれども、ちょっと小ぶりですが強いいい繭ができます。確かに寒気と雨季の差は出てきます。ありがとうございました。続きまして、この養蚕事業というのはですね、今現在はその最初の卵からもう製品になるまで取り組みをされているんですけれども、もともとはこういう取り組みではなかったと聞いております。これどういうきっかけでこの卵からですね取り組むことになったのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。はじめは本当にね、繊維局の研究所あたりから岡山さんの卵3種をいただいたり、あるいは時に日本からいい3種をいただいたりして、まあ繭を作って、その繭はどっかにまた売ればいいわぐらいな気持ちだったんですけれども、どうしても、その雨季乾季温度の高いと、あるいはその12月の寒い時、そういう時にそれに合った気候に合った状況に合ったやっぱり品種を使っていかないと病気が多く出ますので、どうしてもネグロスでここで育種をしてネグロスに合うような、あるいは高齢地に合うようなのを作り出していかないかんということで育種産種製造をスタートしました。ありがとうございます。それではですね、渡辺所長に質問が続いておりましたが、次はですねちょっと中川さんに聞きたいと思います。コロナ禍になってですね、養蚕事業のオンラインセミナーを実施しているということでしたけれども、具体的にどのようなことをオンラインセミナーで実施しているか、対象者内容などについて教えていただけますかということで、中川さんよろしくお願いします。はいはい、これまで養蚕事業で行われてきたセミナーや研修は対面で、実際に農家の方々が研修センターに来ていただいて、そこで養蚕普及員のスタッフから対面で丁寧に指導することを行っていましたが、
コロナ禍になり、Zoom を使って、去年は累計で約100人以上の農家の方々を対象にセミナーを行いました。パナイ島だけではなくて、ルソン島やミンダナオ島などの他の島の方々の農家の方々と一緒に行うことができました。内容に関しましては、初めて養蚕事業に携わる農家の方々が対象だったので、クワの植え方だったりとか、蚕の世話の仕方などをこう丁寧にすることを行っていました。答えになっていますでしょうか。はい、バッチリです。皆さんも納得されたかと思います。それではもう少し、渡辺所長にお聞きしますが、1問目は、1問目じゃなくて、これは回答ではなくて、福岡のフリースクールの玄海の学生さんが毎年お世話になっております。生徒にとっても大変貴重な機会です。コロナを明けたらまたお世話になりますが、よろしくお願いいたします。という、コメントが来ております。続きましてでは、研修センターというのがオイスカバゴにあるんですけれども、現在、養蚕事業を主にされているということですけれども、研修生になられる方は養蚕事業農家の方が多いんでしょうか。その農業研修の話についてですけれども、もし、今でも取り組まれているようでしたらお答えいただけますでしょうか。はい、今ではですね、近所の、いわゆるハイスクールを終えた子たちが主体ですけど、山の農家の子供さん、そしてお孫さんなんかも最近は来るようになりましてね、やっぱり養蚕をやってる人たち、農家の関係の子たちが多いです。はい、はい、ありがとうございました。それではですね、多くのご質問いただいたんですけども、次で最後にさせていただきますが、渡辺所長、今日はいろいろなお話を聞かせていただいてありがとうございました。今後の養蚕事業並びにオイスカバゴのセンターの取り組みについてですね、今後の渡辺所長の夢ですね、今後こういうふうにしていきたいというのがありましたら、ぜひお話しいただけますでしょうか。お願いいたします。はい、やっぱり養蚕シルク関係は日本の技術が世界で最高だというふうに言われております。で、日本の専門家の方たちにさらにいろいろ教わって、本当のそのフィリピンの中心となるような養蚕センター、養蚕研究所に近いものにしていきたいと思っておりますし、同時に研修センターですから、若い人たちをうんと育てて、昔我々が来た時はフィリピンを支援するんだというような気持ちで来ましたけれども、フィリピンには若い人たちがたくさんおりますので、本当にたくさんおりますので、若い人たちを育てて日本にこれから応援に行くぐらいの気持ちで皆さんを育てていきたいし、また日本からいろんな経験のある人たちが退職され、時間ができたらこっちに来ていろいろ教えてくださる、過ごしてくださる場所にしていきたいと思っております。はい、それでは Q&A はここまでにさせていただきます。渡辺所長ありがとうございました。それではですね、最後に、ネフロスのシルク製品をちょっとご紹介したいと思います。今東京本部の方のカメラを、ちょっとずつ移動しておりますが、こちらの現地で作られた製品、で、あと眉の人形なんかも映っているかと思いますけれども、今東京の本部の方に持ってきたものになります。で、こちらがですね、私の机にあるんですが、キートです。これキートですね。で、こちらを、この剣歯と言われる状態にすると、よくシルク製品と言いますとテカテカ のイメージ、光沢があるイメージがあるんですが、こういうものになります。一方、この今日も発表に出てた紡ぎ糸というもの、これはこれからではなくて、使わなかったものから紡ぐんですけど、真綿という、そうするとこういうものになります。
そしてチャットでちょっとリクエストがあったんですけど、全身ちょっと映してくれということだったので、ちょっと私も立ち上がりますが、これがバロンタガロフという、今日私事務局長にありましたけれども、はい、中川さんと、はい、こんな感じでどうもということです。お分かりいただけましたでしょうか。はい、商品に関しましては、今回ご寄付をいただいた方に、こういうような、ツームギートから作ったものをお渡しできるようにしておりますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。それでは、もう1時を過ぎましたので、最後今後の報告会の予定を紹介いたします。次回第5回目は5月19日にオイスカ西日本研修センターからのコロナ禍新しい時代への人材育成の取り組みについての報告を予定しております。今回同様、次回は12時からの開催とさせていただきます。また第6回は6月中旬頃、オイスカ、インドネシアの駐在代表中垣豊からの報告を予定しております。なお、今後の報告会につきましても、本日と同じウェビナーの ID および YouTube サイトからの配信をいたします。ぜひ今後もご視聴をご検討ください。また、できるだけ多くの皆様にオイスカの活動を知っていただきたく、お知り合いの方にもお声掛けをいただけましたら幸いです。最後に皆様にお願いがございます。まず、この後のアンケートへのご協力をぜひよろしくお願いいたします。Zoom の方は退出した後にアンケートが表示されます。YouTube ライブの方は画面下アンケートへのリンクがありますので、そちらからご回答ください。そして本日はオイスカの会員支援者の方々も多くご視聴いただいていると思いますが、参加者の皆様へのお願いです。当法人の活動は多くの皆様からのご支援により成り立っております。本日紹介をしたプロジェクトをはじめ、国内外で様々な取り組みを進めております。当法人のホームページから活動内容や支援方法などについてご覧いただけますので、ぜひ一度ホームページをご覧いただき、ご支援についてもご検討いただけましたら幸いです。以上をもちまして、本日のウェブ活動報告会を終了させていただきます。最後に、今日のフィリピンからの参加者、渡辺所長、ラニーロさん、ジンジさん、そして中川さんにも登場してもらい、皆さんにお別れをしたいと思います。それでは、本日はどうもありがとうございました。以上で終わりとなります。ありがとうございました。